こんにちは。今日はできること増えた予防を読んでみたいと思います。では始まり始まり、まずは信号をよく見て、約束ポリス。お母さん早く早く、島次郎は出かけたくてうずうず、ミミリンと公園で遊ぶ約束をしているのです。やったー、公園だ。島次郎は走り出しました。大変、信号の色は赤。でも道路に、それで道路には車が走っています。ブッブー、島次郎が飛び出そうとしているね。危ない、キキー。ライオンポリスが島次郎を止めました。島次郎くん、もう少しで車とぶつかるところだったよ。赤は止まって、ストップストップストップ、車が来るから危ないよ。赤信号の時は渡らないで待っていようね、約束ポリス。青は渡れるよ。右左右、車は来ないね。さあ渡ろう、ゴーゴーゴー。青信号になったら道路をよく見て渡ろう。手をつないでね、約束ポリス。さあ青信号になったよ。ちゃんと渡れるかな。君も島次郎と一緒にやってみよう。車が来ないかよく見てね。右左、もう一度右。大丈夫、車は来ないよ。お家の人と手を合体して渡ろう。島次郎くんかっこいいぞ。これからも信号の約束を守ってね、約束ポリス。次は3匹の子豚。3匹の子豚が家を作ることになりました。お兄さん子豚は藁を集めて、さっさっさと藁の家。どんな問題、もうできた。2番目の子豚は木の枝を集めて、ほいほいほいと枝の家。どんな問題、もうできた。最後に小さい子豚はレンガを集めて、よいしょよいしょ、丈夫な家がやっとできたぞ。ある日、悪い狼が藁の家を見つけました。トントントン、開けておくれ。嫌だよ、開けたら食べられちゃう。それならこんな家吹き飛ばしてやる。それ、ふっふっふのふー、ブヒー、助けてー。逃げ出した子豚を追いかけて、狼は枝の家にやってきました。こんな家も吹き飛ばしてやる。それ、ふっふっふのふー。ブヒャー、助けてー。とうとう狼は、レンガの家まで追いかけてきて、ダンダンダン。ダメ、開けるもんか。小さい子豚がそう言うと、狼はもうカンカン。それ、ふっふっふのふー。でもレンガの家は壊れません。よし、煙突から入って、お前たちを食べてやる。小さい子豚は急いで大鍋にお湯をぐらぐら沸かしました。それを知らない狼は、えいぼっちゃーん、わっ、あちち、熱いよ。飛び上がって泣きながら逃げていってしまいましたとさ。おしまい。次は春のお出かけに行こう。朝起きたら何をする？どっちかな、トイレ行くかズボンをかぶる。トイレ行くだね。お父さんお母さんおはよう。トイレの後は何をする？裸で走り回るか着替えるか。
正解は着替えるだね。次に電車に乗ったよ。君はどうするかな？走る？それとも動かない？動かないだね。次は春のピクニックに来たみたい。スーパーマーケットでイチゴを買うよ。君はどうする？触らないでね。お家に帰ろう。公園で遊んでからお家に帰ったよ。何をするかな？手を洗うか、泥だらけのままで遊ぶか。手を洗うだよね。お風呂に入るよ。やったー！全部できたね。今日も楽しかった。おやすみなさーい。うん。これでおしまいです。